どうも、スロスタです。今回はおまけ動画、周回プレイの解説やります。まず周回プレイですが、このようにセーブデータに、ニューゲームプラスと表示されるようになり、クリアした回数が表示されます。また、この数字なんですが、数字がカウントされるにつれ、敵が徐々に強くなるという、フロムデイシステムが導入されてます。ちなみに上限は9回目までです。敵の HP、攻撃力に注意。周回プレイで気になる要素といえば、引き継ぎ要素。本作では武器、コスチューム、モッドが引き継がれますが、ブースウィールは引き継がれないことに、注意してください。ブースウィールはその周で、使い切るように。次に紹介するのはコスチュームと、モッドです。まず周回プレイ時に購入可能になる純白の、ドレス。本作最高の防御力を、誇るコスチュームです。入手したモッドの数かけるプラス 10%。防御力が加算されます。モッドは全6種類あるので、最終的に防御力は 80% となります。やばすぎ。さあ、待ちに待ったモッドの紹介は、いります。モッドは購入した時点で、特殊効果が付与されるアイテムです。最初はマグネチックフィンガーズ。近くに落ちてるブースウィールが、引き寄せられ、ブースウィールの回収が、楽になります。あと、オートエイムが可能になります。お次はクイックストリングス。キャンセルキーを押すとこのように、交代できます。敵との間合いが取れやすくなること、間違いなし。次に紹介するのはスキンラッカー。防御力が 10% 加算されます。ただし、先ほど紹介した純白の、ドレスに対しては効果がない模様。なんでや。Oh, yes. メイクアップイリュージョン。鏡を調べるとアリサの見た目を、変更できます。ちなみにこんな感じです。今現在は4種類しか実装されてません。あと、見た目が変わるだけでステータスに変化は起きません。余談ですが、私はゴーストがお気に入りです。かわいい。ギアインプラント、以前紹介したアイアンアーマーのような、ダッシュ不可になる装備を、してもダッシュ可能になります。最後に、6つ目のモッドですが、こいつは購入するのに特殊な条件が、必要です。まずエリーゼの足を手に入れます。そしてエリーゼを破壊しちゃいます。ごめんな。モッドのためだ。許せよ、エリーゼ。What a leg! It reminds me of something. Can I have it? そしてエリーゼの足をエドニストンに渡します。すると隠しモッド、リストブレードが購入できるようになります。Oh yes! Yes? ごめんね、エリーゼ。そして気になる効果は、武器を装備してない状態での、攻撃力が上昇します。サーベル、ピストルぐらいの攻撃力になりますね。以上です。そこまで欲しいモッドではないね。というわけでモッド全6種類紹介しました。そしてここからエンディング分岐について、話します。本作にはエンディングが4種類存在し、モッドの購入した数&、エリーゼの生存で決まります。購入数0だとエンディング A、1から5だと B、6種類全部&エリーゼの、生存のリウムで C、オア、C プラス、こんな感じで分岐します。みんなも目指そう、エンディングコンプ。次はエドニストンのリワードで、購入できる、歯のような石で開ける扉3箇所、紹介。まずはハウス、オブ、ファンへの、廊下の奥にある扉。ちなみに何も装備していないと、中のものはゲットできないので、注意。ここでは高速衣が手に入ります。高速衣は防御力高めですが、武器が装備できない、攻撃方法は突進のみという、完全にネタ装備となってます。まあ、走ることが可能になるので、周回プレイでの RTA で役に立てるかも。次は水中迷路内にある扉。この部屋の中に釣り竿があります。
水中ステージのレバーがある部屋の、水たまり場で釣りができます。餌となるブースウィールの、数が多いほど、大物が釣れやすくなるみたいです。そんじゃ、やってみますか。そしてタイミングよく動いて、はい、これが大物です。いつもの人魚人形だね。こんな感じで釣り上げてブースウィールを地道に稼ぐことができます。最後の扉は庭ステージのこの扉、中に隠し武器のクロスボウを手に入れるのに必要なロープが置いてます。ロープを手に入れたらこの建物の穴の前で使います。するとさっき釣りしてた場所まで来ちゃいました。それからレバーを引きます。そして檻があって入れなかったところが入れるようになり、クロスボウゲットってわけです。当然ですが、武器のストックを開けておかないと持っていけないので注意。さて、気になるクロスボウの性能ですが、はっきり言ってゴミ武器です。威力はリボルバー並みに高いんですが、装填数1本、リロードに時間がかかる、そもそも矢が手に入りづらいといったデメリットが目立つんですよね、この武器。最後に紹介するのはルーレットとその景品です。周回プレイではエドニストンからデビルコインというアイテムが購入可能になります。そしてこのコインを赤い部屋の奥の扉で使うと、はい、中に入れるようになってルーレットを回すことができます。1回50分するルールです。そして回すぜ。あ、このルーレットなんですが、景品が重複で当たることはありません。つまり、250分ずつあれば、5種類全部手に入れることができるってわけです。というわけで景品の紹介やっていきます。まずはナース、ブラックから、近接武器でダメージを与えた時に、HP が4回復する効果を持ってます。周回プレイでの敵は強力になってるので、回復手段としては結構ありがたいですね。お次はだんだん減ると、なんとこのコスチュームを着てると、リロードの必要がなくなるのです。なので、ショットガンやリボルバーのような、リロードに時間がかかる武器がだいぶ使いやすくなります。グランピストル8、二丁拳銃です。攻撃力はいつものピストルと変わりませんが、二丁になったことで連射性、相談数が大幅に上がってます。本作に慣れるとピストルの弾は結構余ってしまうので、この武器で有効に活用するっていうのも、ありですね。次に紹介するのは武器というよりアイテム、であるトラップです。床に設置することで通過した敵を、少しの間停止させます。その隙に攻撃をしよう。最後に紹介するのはコスチューム、デーモンです。防御力は 5% とだいぶ低いですが、武器を装備してない状態で、攻撃すると、なんと手から炎を送り出すことができます。ちなみに威力はメラゾーマではなく、メラです。つまりクソザコです。はい、これにて周回プレイの解説動画終了します。参考になりましたか？本作はレトロ風なだけあって、懐かしい感じとともに、結構面白い作品なので、今まで投稿した動画を、きっかけに、ぜひプレイしてもらえると幸いです。ご視聴ありがとうございました。